讃えることもある。お来たよ来たよ、言ってこいちゃんペラペラカムラキロコー May I come in? Hey hey please please Hey hey Oh thank you thank you OK OK あどうもどうも OK OK カムラキロコです。ここに来たら学校に入れるって聞いてきたんですけど。そうだよ今アカデミーシックになってて。あーまあ学校ね学校ならどこでも、ね、結構学校はどこでもあじゃあうちじゃなくてもいいんだ。いやもうそっかに虹ワーツ大好きですね。取ってつけたようないやもうあのタトゥー彫ってるんで虹ワーツも。おーいいね絶対嘘だ、はい、見せてもらいたいけど、まあ、学校卒業したばっかだけどいいね。じゃあもう一回学校入ってもらったということで質問して、はい、今回は女騎士帽子がね、はい、今のタトゥー入ってる嘘もちょっと入ってますからね、もうすでにね。もう始まってるもう始まってますから、入った時から。あ、緊張する。人生と一緒じゃん。じゃあ、はい。質問いいですか？はい、お願いします。自分の長所と短所教えてください。いいですね。長所？そうですね。何事も楽しめるところと、うん、あと怒んないところが長所です。なるほど。短所は、適当なところです。結構行き当たりばったりのところあったりする。行き当たりばったりでいいけどね。いやでも気になるのはその怒らないみたいなエピソードってあったりするかな。よくカブラキは待ち合わせとかに遅刻してくる友達が多くて、本当ひどかったらカブラキだけついてるのにドタキャンみたいなことが、うん、まあなくはなくていいんですけど、まあいっかってなって、結局一人でも楽しめるシリアってなって、はいはいはい、怒る気にならないなっていうことが多いですね。なるほどね。そこからこうなんかすぐ次じゃあどうしようかって考えられるから切り替えが早いです。切り替えが早い。切り替えが早くてここですね。すべて受け入れようっていう意思があるね。そうですね、うんうん、器が広い。おー切り打ちしてきてる。自分で言ったね。お友達は結構多い方ですか？あ、いや、あの、あ、別の質問とかって。あの友達を大事にするタイプですか？そうですね。そっかそっかそっか。貴重そうだよ、ね、そうだよ、ね、なものなので。あ、ちょっと、じゃあ、あの、決めました。はい。はい、決まりました。うん。ロコちゃんは、はい。虹フルパフ。おぉ、ありがとうございます。めでたい。いや、僕も虹フルパフだと思ったに、うん、こいつは。全然怒らないし。友達に対して優しい、おおらかな、器の広い姿勢、これは虹フルパフで、うん、決定ですね。いいなぁ。いやでもそろそろ本当に最後だけど、はい、そうですね、なんだかもう一人ぐらい来そうな予感が。おこいつは意外しにか。あれここどこ？私球場でビールの売り子してただけなのに。え、取り付け来たの？あ、どうも。あ、そうなんです。あっせのプレイボール、五十嵐りかです。どうも、はじめまして。お願いします。お願いします。トイレしてきて、そうなんですよってやつ、おもろいな。状況把握が早いと、結構褒められます。あ、でも、なるほど。かなりね、ふんふん、なるほど。そうですね。はい。なんか自分の長所と短所を教えてくれるかな。うん、そうですね。まあ、言うなれば、信念を貫けちゃうところですかね。あー、なるほど。はいはい。で、短所は、そうだな。まあ、頑固ですかね。どういったところで頑固になっちゃったりするんですか？あ、そうですね。まあ、うん、例えばなんですけど、うん、まあ、一回これだみたいなのがあれば、なんだろうな、もう例えば絶対このプリンは私が食べるんだって思えば、うん、もうどんなに上の先輩たちが食べるプリンって名前が書いてあったとしても私は絶対にそのプリンを食べます。結構手段選ばないとかあるね。手段選ばないね。全然食べたもん勝ちなんで。あれかな、はい、友達とかが喧嘩とかしてたらどうする？うん、一応両方の言い分を聞いて、うん、行く末をちょっとこうニヤニヤしながら見ますね。ニヤニヤしながら、ほら楽しんじゃう感じですね。ちなみに夏休みの宿題いつやりますか？夏休みの宿題って何ですか？あーそっちか。何のことですかね。傾いてしまったな。そっちタイプが傾きましたね。どうですかデビ様。いやまあじゃあ言わせていただこう。五十嵐りか、お前は虹ビーダール。おやったー、ここに来て虹ビンドールが。虹なりかなって思ったんだけどちょっとアホすぎたので、うんうん、あ、なんでもないよ。
ああ、なんでもない、なんでもない。聞き間違いですかね。あ、聞き間違い、聞き間違い。なるほど、ちょっとトリップしたばっかりで、あの時差ボケが。そうそう、そうだから大丈夫、気にしないで。じゃあ、このポッドキャストでまた、はい、帰ってください。ではありがとうございます。楽しんでください。はい、入学おめでとうございます。いやいや、ここに来て増えましたね。二次フィンドール最後来たな。増えましたね、だいぶね。二次フィンドール、やばいな。二次カバンギリギリのやつが結構二次フィンドール。二次カバンギリギリ初の音で緊張したか、マジで緊張した。マジで緊張した。頭真っ白になっちゃったもんね。そう。え、私はあれはアホだからあれに選ばれたっていうことではないと思ってるんだけど最後の質問であーあの